から新コーナーがスタート。その名も人生最高のテニスアイテム。ゲストの方々に思い出に残っているテニスアイテム3つを厳選していただき、その思い出を思う存分語っていただきます。で、第1回ゲストがですね、うちのチャンネルの、本当の第1回ゲストであります、はい、土井美咲選手です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。危ない危ない、僕今ちょっと興奮してる。日本の女子テニス界を牽引する一人の土井美咲選手。左利きから繰り出す鋭いフォアハンドが武器。これまでは2015年のルクセンブルクオープンでツアー初優勝、さらに2016年のウィンブルドンではベスト16進出。それからは苦しい時期が続きましたが、復活を遂げました。いやー、土井さんでも今年いろいろね、はい、大変だったと思うんですけど、そうですね、ちょっと軽く今年を振り返っていただいていいですか。はい。新型コロナウイルスはテニス界にも大きく影響。アメリカのインディアンウェールズで開催予定だった BNP パリバオープンが中止。その後は男女のツアーが中断となり、土井選手も戸惑いを見せていました。まあ、やっぱりコロナウイルスの影響で、まあ、もう大会もストップしてしまいましたし、まあ、練習すらできないような、あの時間もあった上で、まあ、US オープンぐらいからツアーが何とか再開して、まあ、そこからは、まあ、普段とは状況も違うこともたくさんあったんですけど、まあ、なんとか、ツアーをやりきることができたので、いきなり、まあ、そのあれインディアンウェルズあたりからそのツアーが中止とかなってたと思うんですけど、はい、その時ってぶっちゃけどんな？いやー、あの時ってまだ他のスポーツとかイベントは中止されてなかったりもしたんで、まさかこの大会が中止になるなんてって、でそもそも私そのインディアンウェルズの予選に出る予定だったんですけど、はい、前日までみんな普通に準備をして、もちろんあの明日試合があると思ってやっていて、本当に夕方ぐらいに中止っていうのが決まったので、ちょっともうびっくりです、ね、そうですよね、はい、でもあの自粛期間になってから土井さんいろいろこうご自身でもボール感の差とかやったりですか、はい、私も暇だったのでなんかちょっと小技をいろいろやったりしてました、はい、あのダニエル太郎さんもね、今年あれ3月4月ぐらいに太郎さんでやったじゃないですか、はい、で太郎さんのインタビューした時に太郎さんこれバーンってやった、太郎さんの蓋当てられてましたよ。はい、切れました。切れました。嬉しいね、見ていただいて。ありがとうございます。ちょっとまた戻って、その全米の話に行きたいんですけど、はいはい、全米では1回戦ね、あの大坂直美選手とセンターコートでやられたと思うんですけど、はい、まあ、しかもあれ、ちょっと無観客っていう、はい、感じだと思うんですけど。ツアー再開後、土井選手は全米オープンに出場。1回戦では、大坂直美選手とセンターコートで対戦。結果はフルセットの末に敗退しました。そうですね、まあ、私としても本当に全力は出し切って、もちろん負けてしまったんですけど、はい、まあ、なんとか食らいついて勝てるチャンスをとは思いながらやってたので、まあ、プレーとしては、まあ、自分としては全力は出し切れたかなと思います。もちろんね、勝てたらそれは一番ベストですけど、あの無観客はどうですか、変な違和感みたいなのは。違和感めちゃめちゃありますね。なんか他の、コートとかだったらまだそこまで観客いない状態ってもあるんですけど、はい、やっぱりセンターコート、あれだけビッグスタジアムでお客さんいないんだみたいな、だからいつもだったら例えばこのショット決めたら、うわーってなってるところで、シーンって一人でよしそう、だからそこはもう違和感ありまくりではありましたけど、そうですね、はいはい、土井さん、あれ全米のセンターコートはあの首とかが何かの時にやってましたよね。そうですね、やってました。そうですよね、はい、あの人はじゃあ本当に180度、はい、違う。そうですね、大阪さんって、はいはい、まあ、結果的に優勝されたじゃないですか。しましたね、はい、はい、こうやった身としてはこうどこが強いんですか、大阪さんは。やっぱりパワフルさっていうのはあるので、まあ、私の試合の時はどうだったかな、サービスゲームで、まあ、なんとか私も食らいつけていけてたんですけど、
やっぱりその一発があるっていうのは強みで、まあ私もそうですね、まあ、身長も低いですし、あのまあサーブでというよりはサーブからの展開で私はポイントを取りたいタイプなんですけど、はい、まあ、対戦相手としてその直美ちゃんがサーブで一発であの決めてあのポイントを重ねられちゃうとやっぱり怖いところがあるので、そこはあの、まあ、対戦相手としては苦しいので、まあ、できればもう自分のリターンゲームで、あの相手をそんなに楽に取らせないような方を取らないと大変ですね。ここから土井選手が選ぶ人生最高のテニスアイテムをご紹介していただきます。3つちょっと今回土井さんにご用意していただきましてですね、土井さん、やっぱ思い出残っているアイテムとかって結構あったりしますか？そうですね、あのちょこちょこあります。ちょこちょこ、はい、なるほど。今日ね、実際に3つ持ってきていただいたんで、じゃあ早速まず1つ目からいきたいと思います。はい、1つ目ははい、はい、フィフティーンラブという漫画です。うわ、これはもうすごいこうね、色的にもね、ちょっとはい、完全に古いというか、はいはいはい、年季の入ったになります。はい、すごい。これあれですか、なんか古本屋とかで買われたんですか？そうなんですよ、あの母親が、うん、あの私がそのちっちゃい頃に古本屋でこの漫画を見つけて買ってきたという感じです。うん、もうその頃はもうじゃあ土井さんもテニスをやられてて。はい、テニスをしてました。なるほど、じゃあお母さんからすると、まあ、これ見て、そうですね、目先上手くなってくれと。そうそうだと思います。なんかこの漫画結構、うん、なんていうんですかね、リアルなあの、うん、テニス選手のストーリーを描いているので、なんか結構例えばオレンジボール出てきたり、はいはいはい、ウィンブルドンとか出てきたりするんですよ。うん、なんか結構なんか重ね合わせられるところもあったりするので、うん、面白い漫画だと思います。でも本当に子供の頃から、うん、あの漫画好きで、まあ、読んではいたので、そのテニスの漫画ってこういうでストーリーがあるんだと思って、うん、まあ、ちょっと自分とも重ね合わせながらというか、うん、あの面白く読んでました。私、修造さんも思い浮かぶじゃないですか。いや、もう、そうですよね。そうですね。あれ、エースを狙いでしたっけ？エースを狙いなの。の、確か漫画を持って、はい、そうですね。この一球は絶対無理のいきなり。そうですよね。実際バックにも入れられてたんですよ、修造さん。聞きましたけど。そうですよね。ちなみに土井さんはこれをバックには？もちろん入れてないです。ありがとうございます。土井選手、じゃあ2つ目は？はい、はい、2つ目はリオデジャネイロオリンピックの時に、うん、つけていたピンバッジですね。ピンバッジ、はい、これ各国、ピンバッジがあるんですけど、はいはいはい、まあ、それをちょっと交換し合ったりして、これだけ集めました。すごい、これはすごいですよ。これじゃ あ, あのここにパスがあって、そうです、パスのあれですか、ね、かけてたんですけど、すごいです。それをかけてたら結構ジャラジャラして一発です。かけたらないですけど、全部集めたらこうなったよって感じなんですけど、はい、そう、すげえ。ね、リオオリンピックはね、土井さんは初戦突破してシングルスで、そうですね、そうですね、はい、シュエドアに勝って、はいはい、ね、じゃあ結構これ思い出深い感じですか？そうですね、思い出深いですし、まあ、初めてのオリンピックでもあったので、そっか、もうこれに命かけてました。集めるのにいろんなバッジ集めて、はい、あのそのなんだリオのもあったり、まあ、中国、まあ、スペインとか、うん、いろんな国があって、まあ、日本とかはその時ちょうど、うん、ピカチュウのポケモン GO が流行ってて、そうだ、これめちゃめちゃレアだったんですよ。で、なんかいろんな選手から、はい、欲しい欲しいって言われるんですけど、はいはい、私もそんなに持ってないから、はいはい、あげられないです。そう、ドラえもんとか、はい、そう、日本は結構キャラクターものがあって、キティちゃんとか、これ交換し合うんですよね。交換します。どういう方と交換されたんですか、実際。どういう方、本当知らない人です。あ、もう知らない、知らない人っていうか、はい、選手で、その別競技で、そう、別競技の人で、はい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 、これちょうだいみたいな、交換しようみたいな、じゃあこれと、じゃあこれあげようかなみたいな。すごい、試合よりこっち集中。そうそうそう、ぶつぶつ交換。すごっ。え、それって、公式なものですか、全部。公式なものもあるし、うん、多分これとかだからテレビ東京の、あ、そういうことなんですね。あ、そっか、はい、とかですね、多分。すごいよ、これとかはもう東京オリンピックの、あの、うん、マッチですね。ちょっと持ってみていいですか？もちろん、はい、ありがとうございます。いや、これは重いよ。
ついてるんですか、これ。そう。20、30個。本当に。え、リオオリンピックの時は、なんかこう、他の種目の方とかも見たりするんですか？あ、水泳とか、競泳か、競泳とか見ました。へぇー。チケットをゲットできて、はい、見に行きました。あ、そうなんですか。ブラジルのリオデジャネイロオリンピックでオリンピック初勝利を挙げる活躍を見せた土井選手は、選手村や開会式などについても語ってくれました。選手村に、はい、じゃあ他の選手も間近にいるんですか？います。なんか覚えてるのあります？覚えてる。いやー、あのボルトに会いたくて。あ、本当に。そう、会いたい。全力で探したんですけど、ちょっと見つけられなかった。ボルト見たいですよ。見たいですよね。あの、まあ、1個、うん、あの猫ひろしさんがいました。あー、散歩じゃないな。そうそうそう、ガチっすか。はい、で出てて、うん、あ、猫ひろしだと思って本当に走ってたんですよ、選手村を。うんうん、で選手村って、まあ、結構広いんで、うん、バスも走ってるんですけど、周回バスみたいな感じ、うん、はいはい、まあ、そのバスと競争してました。マジ。いや、本当にその後ろこうやって走ってて、これネタかなみたいな。びっくりしました。すごいの見ましたね。選手村の広さってどのぐらいあるの？どのくらい。でも本当に日本の選手団だけの塔があったりするんですよ。で、各国あるんで、もう本当にその国の数だけあるんじゃないですかね。で、選手村のレストランも本当に大きいんですけど、あって、それこそマクドナルドとかもあるんですけど。マジっすか。すごっ。めちゃめちゃ行列で、はい、全然買えないっていうか。不思議なんですけど、アスリートの場所なのに、うん、マクドナルドめちゃめちゃみんな並んでて。みんなだから、もしかしたら競技とか終わって、うん、やっとこういうもの食べれるじゃないけど、はいはいはい、ハンバーガーとかちょっとジャンクフードというか、うん、だからすごい人気でした。なんか他にこう思い出残っていることありますね、リオで。リオで、はい、まあやっぱりあの開会式に、あ、はい、まあ、出てめちゃめちゃ並ぶんですよ。はいはいはい、もう選手の数がえげつないんで、うん、あの、まあ、日本選手団だけでもすごい人数だし、うん、だ、開会式に行くまでに本当に 2,3 時間ぐらい多分かかって、まずみんな整列して並んでゆっくり歩いてって、で、まあ、バスとかにも乗って行って、その会場行ってからも、うん、だから入場するまでにすごい時間かかるんですよ。すごい大変ですね。すごい大変です。うん、でもあそこに立ったってすごい名誉あることですよね。本当に。本当にすごい、まあ、光景というか、うん、あの、まあ、楽しかったです、とにかく。あの時花火にもドーンそうですね、なってましたよね。なんか他 の、 その日本人で、他の競技でこう有名な方となんか交流があったとか。あ、でもそれこそ、あの、その整列してた前が卓球チームだったんで、福原愛ちゃんとか、本当に卓球のチームと、はいはいはい、まあ、一緒にというか、並んでこう、で、まあ、みんなで写真撮ったりとかしました。あの時はもう写真撮り放題でみんな。そうですね、撮り放題で、はい、すごいな。本当にすごいことだよ、ここにいるのは。皆さん、最後、はい、3つ目はこのラケットです。ラケット、はい、これは、まあ、ダンロップ、スリックソンの、はいはい、これは、2018年のバンクーバーの大会で、うん、優勝した時のに使ってたラケットになります。その時2018って結構土井さんが苦労されていた。そうですね、時ですよね。世界ランキングで自己最高30位、ウィンブルドンでベスト16進出など輝かしい実績を持つ土井選手でしたが、2018年は不振に陥り、資金面での苦労も経験。2019年に YouTube を撮影させていただいた際には、2018年シーズンについてこんなことを語っていました。去年はあんまり良くないシーズン、あんまりどころもすごい良くなかったんですけど、そうなるともう大赤字ですね。うわー、やっぱり。はいはい、一時期も本当毎日泣いてるんじゃないかぐらいの、あの何ヶ月かはありましたね。テニス自体がなんかコートに立つのが怖いじゃないけど、打つ感覚が分かんないとかそういう風にもなったりするんですか？分かんなかったです。もうぐっちゃぐちゃで、あ、まあ、なかなか
うまくいかなくて、うん、まあ、伸び悩んでいたというか、うん、まあ、その時にそのバンクーバーの大会に、まあ、予選から出て優勝したんですけど、はい、まあ、そもそも予選にもエントリーした時点で入ってなくて、うん、で出れるかわからない状態でバンクーバーに行って、うん、で確か予選の2日前ぐらいにやっと予選に入ったっていう感じだったんですよ、はいはい、で、まあ、やっとまあ試合はできるという状態で、うん、まあ、予選3回勝ってで本戦、うん、でそこから優勝したんですけど、うん、まあ、試合を重ねるごとに、うん、もうこのラケットをもう振る感覚っていうのがどんどん出てきて、はい、まあ、うまくいかない時期もあったけど、うん、まあ、振るラケットをしっかりと振っていくことで、うんうん、それが私のテニスだって、うん、まあ、どんどん思ってきて、まあ、それを貫いたからこそ優勝できた大会、うんうん、でした。素晴らしいエピソードですね、はい、これね。2017年ぐらいはちょっと土井さんがこう不調というかなかなか勝てない時期になり始めて、2018年ちょっと落ちちゃって、はい、そうです、そうです。で、まさか予選に入れてなかったけど入っちゃってね、はい、優勝されて、はい、これは超思い出に残りますね。そうなんで、そのきっかけのラケットですね。そのさっきのその振り切れる、ね、はい、なんかその感覚とかすごいやっぱ覚えてるんですね、はい、それ。いや、覚えてますし、大会の公式ツイッターかな、はい、かなんかにあの、まあ、優勝した瞬間とか乗ってたのを見たんですけど、うん、もう意味わかんないぐらい振ってるんですよなんかがむしゃらにこう、はい、うわーみたいな感じで振っててそれ見て、まあ、なんかより思い出して、本当にその思いがある大会でしたね。土井さん、これやっぱり左利きだからグリップの巻き方もね、左で。ああ、そうそうそうですね。あの多分右利きとは逆巻きで巻いてます。そうですよね、はい、じゃあこの、まあ、ラケットをきっかけに、はい、まあ、這い上がって。そうですね、ね、今年も、ね、さっき言ったその全米センターコート立ったりとか、ね、はいはい、なんかそのラケットの時、例えば今年の全米とかみたいにあそこまでこう復活できるかなとか、なんか思いっていうか描けてました？いや、全く思ってないです。あのもうグランドスラムなんて夢のまた夢っていう、うん、感覚だったんで、自分の中で。じゃあ本当にこれはもう、はい、まあ、ある意味辛い思いもしたり、そうですね、うまくいった時もあるし、はい、そういうモデルなんですよ、はい、今あの白いモデルのやつ、今は、はい、赤白の使ってます、うん、あの去年ね、持たせてもらったあれですよ、ね、そうです。覚えてますか？覚えてます、覚えてます。覚えてないだろ覚えてなさそうです去年プリンス、はい、土井さんに、あー、左利きなんですねテニスファンは大体知ってるから。でもそこからもうウォッチしてますから。あ、そうですね、土井さんの、うん、はい、ありがとうございます。インスタ、あー、インスタ今日フォローしますあれしてないんじゃない？してない勘弁してよ、ほんとに。ちょっと来年がまだこう見えにくいじゃないですか。不透明すぎますね。そうですよね、はいはい、今どういう感じで、まあ、予測されているんですか？まあ、全員オープンは、まあ、今のところは、まあ、あるとは思うんですけど、まあですね、全豪オープンにまずは照準を合わせてトレーニング、うん、あのしっかり積んで、うん、あのまあ、来年、来シーズン戦えるような体にしていこうかなとは思っています、うんうん。まあ、ちょっとまだそのツアーがどういう動向かわかんないですけど、世界ランキングをここまで持っていきたいとか、はい、なんかこう大会で優勝したいとか何かありますか？まずはやっぱり東京オリンピックに向けてっていうのが今は一番強いので、うん、まあ、それまでに、まあ、1個だから不安なのがどれぐらい大会があるのかなっていう。やっぱ周りの選手たちとはどういう、こう会話をされてるんですか？来年うんちゃなみたいな。来年もでも何も分かんないよねっていう感じなんでもうあのだから今年の本当 US オープンからずっとそんな感じで、もう全然日程決まらない、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 決まった、行こうみたいなそんな感じなんで。そうですね、なるほど、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今回のゲストは土井選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に土井選手から皆さんへプレゼントが。じゃあのなんとですね、今回あのよくあるじゃないですか、テレビで、はいはい、このカメラの前にレンズにサインするやつ、はいはい、ちょっとこれうちもやってみたいなと思って、はい、で実際これ土井さんに今書いていただきますけど、はい、なんとこれを抽選で1名様の方に、はい、プレゼントさせていただきたいと思います、はい、いけるかな、よし、いってみましょう。おー、いい、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらを1名様に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、